デミオで、街中をまずは走っています。第一印象としてはやっぱりこうディーゼルエンジンのねインパクトが大きいですね。コンパクトカーといえば、まあ、エンジンがねうなりを上げてというと大げさですけど、まあ、割と回転がね高めになってちょっと非力なのをねアクセルいっぱい踏んで加速させていくみたいなイメージがやっぱりつきまとうんですけれども、この車ディーゼルエンジン本当にね低い回転域からトルクがぐっと出るので、踏み込みのほんのわずかの一瞬を過ぎるともうねそこから先アクセル踏み込まなくてもそのままをキープすれば本当感覚的には3ミリぐらいとか5ミリぐらい踏んでるような感じでスーッと速度が上がっていって力強くねこうそれをキープできる、この感覚はちょっと今までコンパクトカーでは味わったことないものだなと、思いますね。ディーゼルの、まあ、唯一の、弱点というか懸念材料というかね、まあ、それは音や振動だと思うんですけども、スカイアクティブディーゼルエンジン、まあ、このデミオの場合は 1.5 リッターのエンジンですけども、こちらそういう意味でもね十分に満足できるものになってるかなと思います。まあ、加速中確かにディーゼルっぽい音もちろんねディーゼルなんでするんですけども、ボリュームは抑えられてますし、そんなにガラガラとこう突き刺すような感じじゃなくて割とまろやかになってると、なのであんまり気にならないというか、むしろね、まあ、力強さを演出するなんかスパイスぐらいな感じかなと好意的に受け止められるような音になっています。まあ、一番感じるとしたら停車中のアイドリングの音なんですけども、まあ、この車アイドリングストップがありますので基本的には信号などで止まればエンジンも切れる、だからその辺もね、まあ、ネガはほとんどないと言っていいんじゃないかなと思いますね。乗り心地、ハンドリング、このあたりで言いますと、まあ、マツダのねこの新世代商品全般にね乗り心地ちょっとコツコツ硬く感じられるようなところがね、まあ、気になって、それがね、まあ、新しいモデルが出るごとにどんどんマイルドになってきたという感じなんですけども、デミオもねまさにその延長線にあってだいぶしなやかな乗り心地できてるかなと思います。まあ、本当にね細かな段差とか路面の継ぎ目とかね荒れたところではまだもうちょっとかなというところあるんですけども、まあ、コンパクトカーだったらもうこれ十分許してもいいかなという範囲かなと思います。はい、デミオで高速道路に入ってきました。今導入路走ってますが、やっぱパワフルですよね。流れに乗るのにアクセルを全開にする必要ももう半分開ける必要もないって感じかな。本当にねぐっと力が盛り上がってきてそのままスルッと流れに乗っていける、これ気持ちいいですよね。一回これを味わうとなかなかやっぱディーゼルは離れがたいなと、特にねコンパクトカーでこれ他にないわけですからね、まあその個性というか独創性はね、大きな魅力だなとこの瞬間だけでね感じちゃいますよね。高速巡航も非常に楽ですよね。だいたい速度80キロの時でもエンジンの回転数1500回転はいかないのかな、そういう感じなので、ディーゼルエンジンのね低音のゴロッとした感じの音ではあるんだけど、もうそのボリューム自体が小さいので耳障りなことは全くなく、距離が伸びれば伸びるほどね多分これエンジン音とかね、まあ、その振動とかで生じる疲れがね少ないんじゃないかなと思います。そうですね、高速道路の路面の継ぎ目なんかを突破するときにはやっぱりちょっとコツンというかゴツンというか収まりの悪いようなところが、まあ、あるといえばあるんですけれども、まあ、あんまり気にならないかな。まあ、ステアリングフィールなんかもとてもいいです。切れば切ったまま切った通り、定番的な言葉を使いたくなるぐらい落ち着いたという表現でいいんでしょうかね。すごくしっとりとしたハンドリングになってると思います。僕は好きですね。まあ、コンパクトカーらしからぬというかクルーザー的なね、すごくこう長距離行ってみたくなるようなそういうキャラクターに仕上がってるなと思いますね。デミオクロス D、乗ってきまして、印象に残ってるのはやっぱり一番は走りの気持ちよさ、爽快感ですね。まあ、市場の中のコメントでちょっと乗り味コツコツしたところが気になるなと言ってると思うんですが、それもね前のデミオだったらまあしょうがないかなとか思ってたところなんですよね。それがね今回のデミオではそういうこと言いたくなるのは、多分僕の頭の中にはフォルクスワーゲンポロとか、フォードフィエスタ、そういう車とつい比較しているというのがあると思うんです。まあ、そういうライバルを見据えた時にはまだもうちょっとやってほしいこといっぱいあるなとは思いつつ、でも少なくともそこでね同じレベルで世界の本当に競合すごいよくできたコンパクトカーたちと比べて選びたくなるような魅力が実力がこの車にはあると、そういうふうに思います。デミオでもいいかではなくて、デミオこそが欲しい、デミオのクロス D だからこそ欲しいと、まあ、そう思わせる1台、まあ、そういうふうにデミオ仕上がってると言っていいんじゃないでしょうかね。